こんな感じで、だいたい団体の人が回ってます。まあ、バスとか使って、ツアーなのか何のか分かんないですけど、まあ、一人こう、独協してるリーダーみたいな人、お坊さんなのか、何なのかがいて、やってます。ここは標高550メートルの隔離地ってとこですね。まあ、こう団体で来てる人はもう完全に、なんというのかな、遍路っていうか、うん、普通の。お参りみたいな感じで出る人たちです。別にこういう人たちを別に非難してるわけじゃなくて、ただ僕が歩き遍路っていうのをしたかったので、要は弘法大師と同じ目線で、まあ、修行みたいな感じですよね。それをやってみたかったんで、僕は歩きを選んだっていうことです。ねえでも順調にいってんじゃないか。いや、行ってますよ。今のところ40日以内では回れるはずですね。あ、なんか落ちに来るな。お前なんかと俺3ヶ月って俺言ったんだよね。そうなんですか。みんなにさ、うち市住宅だからさ、役所の方は住宅課にも言ったんだ、3ヶ月間くらいいないから、はいはい、だから9月まで家賃払ってたのよ、ちゃんと。そうですか。それはかまねえんだけどさ、早く着いたからって言ってみて。でもこれは長いよね。はい、室戸岬へ。今んとこ明日日傘まで行くじゃないですか、あの薬王寺ってとこ、うん、そこで一泊する予定なんで、うん、そっから道の駅2泊ぐらいして、道の駅そこの宍喰ですよね、次、うん、多分そこら辺で泊まって、朝早く出ればビューって行けるよね。で多分その室戸岬で泊まればいいんですよ、うん、まあそこ宿坊もありますし、ホテルも民宿もあるんで、やっていくかやってないか分かんないけどさ。
とてもなんか眺めがいい場所にある寺です。なんかこの町もなんかちょっとした風情があって結構気に入ってます。前に旅した時も来たんですが、やっぱいい町ですね。お城もあります。日和佐っていう城です。あ、お疲れ様です。30キロ歩きました。山を越え、谷を越え、そして海へ出て、やっとたどり着きましたね。8時間ぐらい歩いてます、毎日。これから四国の海岸沿いを歩く遍路旅に移ります。明日から大変な旅というか修行です、これは。深夜の2時ぐらいから今7時半ずっとこの調子です。全く身動き取れません。この雨だと歩けないです。早く上がってほしい。今この雨の中寝てたらとてもじゃないけど寒すぎて寝れませんでした。普通に民宿に泊まれば暖かい布団で寝れましたけど、顔もひどい顔になってきたな。やっぱ農宿だと1日30キロ歩いてると全く体力が回復しないですね。回復しないというか足の痛みがなかなか引かない。大変です。なんかこの1週間ずっとこの雨の調子が続くみたいなんで、いつになったら先に進めるかわかんないです。そんな感じで着きました。徳島1週間7日間かかりました。さて高知はどのくらいかかるのか、2週間で回れるのか分かりませんが、果てしない道を歩きます。
室戸岬に向かって歩いてます。だいたい前の寺から何キロだっけ、60キロぐらいあったのかな。だいたいみんな2泊ぐらいして向かいます。あいにくの天気で今日ずっと雨降ってて、やっとさっき止みました。ずっとこの海岸線を歩き続けます。風も強くて向かい風ですごい疲れる。はい、あっ違うんですか。これはだからね。へえ。こんな時には綺麗に見えるわけです。はあ。ええ。ちょっともう足を捻挫しまして。ああ大変だ。はい、捻挫しました。痛いですね。今室戸岬越えて道の駅でこれから泊まろうと思います。でやっぱ足が痛いんで今日3キロぐらいの荷物を送りました。やっぱ軽いですね。3キロ違うだけど。でこれからちょっと高知市まで歩いてみて捻挫が治りそうだったら続行して、ダメだったら、まあ、ギブアップもちょっと考えてます。アスパラ200円、なんとピーマン100円、この量で100円です。見えた。これでこれ。これで100円ですよ。安い。ここも遠路の接待所です。ちょっと気持ち悪いけど気持ちだけでもいただいておきます。ありがとうございます。
気持ち悪いね、確かに。お茶、お茶が冷えてます。お茶が冷えてます。飲む？飲みますね。飲む？飲みますね。こんな感じで、ありがとう、お接待所と。いいけど、お茶お酢になっていくべ。海沿いにあって蒸し暑いです、小屋の中でもちょっと休んできます。いや、止まっていかないです、ちょっとお貸してもらってます、で、あの、できればあの野宿リストっていうのすごい欲しいんですけど、あります？うん、あるよ。あ、私、今日ここ泊まってきたな。いいよ、うん、ここ行きゃ、風呂の何キャンもあるし。あ、ありがとうございます。黄色い地図持ったろ？黄色い地図。黄色い地図。黄色い地図？遍路地図。持ってる。返してみ。中に書くんだろ、お前。止まってる時に。誰かに寄ったらもうここでね、駅でな。うん、あの、無人駅やから。うんうんうん、これがね、すぐまで3,150円かしらんじゃん、うん、これトンネルの狭い駅にこれ行きや、うん、な、これ行って、これ行って、こっから国道行くの、ほんでここに休憩所、あずまや2カ所ぐらいある、うん、こう行って豊橋、これ有名なとこ、あの、お大師様が橋の下で見ようきに手ついたらいかんじゃん、ここじゃ、うん、ここは夢やで、ここ、ええよ、お寺やから。それからここに、善根宿宮田さん。今日は、萩森さん、ここの善根宿やってる方に、まあ、いろいろと野宿のスポットを教えてもらってお世話になったので、ここで今日は、泊まらせてもらうことにしました。で、いろいろとなんか全部地図に野宿できる場所とかを書いてもらって、こんな感じで非常にこれからの旅がしやすいようになりました。で、一切こういうとこっていうのはお金取ってませんね。ボランティアっていうか、なんだろう、慈善というか、すごい、なんですかね、すごいいいです。慈善活動っていうか、なんだろう、でも本当にただでこんななんかちゃんと泊まらせてくれる場所を提供して、わざわざそういうお世話っていうか、お接待をしているっていうのはなかなかないですよね。ないっていうか、多分日本でもお遍路の文化だけなのじゃないかと思います。うん、今までなんか旅をしたことあるんですが、日本で他ではあんまり聞かないですね、まあ、ゲストハウスとかバックパッカーってまあ2000円とか安いですけど、やっぱそれはビジネスやってるんで、やっぱこことは違いますよね。まあ、ライダーハウスが一番近いのかもしれないです。ライダーハウスもただのとことか500円とか安い値段でやってたりするんで、そんな感じに近いですね、善根宿も。うん、お遍路の人が無事に旅ができるようにこういうところを提供しているっていうところです。乗ってる人何にもいないよね乗るの？あれ、ちょっと出たね、はい去っていった。なんだあそこで、普通ここで止まるよね。
ルールがあるんですよ。うん、4両の時あるんで。ああ。ハニが入れんの。ええ、ハモキさん。ハニが入れんの。シロアリは。写真撮りたいよ。ワリは。なんか看板撮ってインターネット流れちゃって、ここへ入れ電気もついたで。それを押さえてみトビウオ、それアリやで、目の前のトビウオ、ああ見てみ、アリやろ。これって便所行くにも寂しいとっちゃうやろ。そうです、ね、別に寂しくなかったんですよ。え、鳥が赤いがなくても別に平気でしたよ。ほんま、うん、偉いわお前ら。あ、でももうこう電気をもらったらもう寂しいと夜だった。あれじゃないですよ。あれって虫ですよ。あれって虫じゃないですよ。あの電気で見るか。この手のやつ、虫ですよ。ほんま、うん、あれじゃないですよ。形が全然違いますもん。まあ、もうじゃあ、ほんでこれ、シロアリが入っても、まあ30年は大丈夫やね。大丈夫ですよ。30年はどうかわかんないけど、10年、20年は大丈夫です。まだ4年やきね。もう、20年と私死んでおらんがな、80や。80、窓越しでも暑いな。うわ。うわ。うわ、暑い。すごい。後ろのショーです。カツオの塩たたき、うまそう。ちょっとビール飲もうかな。
眺めがいいね。寺はだいたい山の上だからな。時間は4時。最後の寺、35番の寺へ来まして、農協が終わりました。でもってですね、なんと今日はこのお寺に泊まります。宿坊ではなくて艶堂って言われる場所に泊めさせてもらいます。もちろんね、食事とかもないですし、寝具もないです。でもここの艶堂、これですが、結構立派ですね。綺麗です。もちろん無料だからね、こんなにいいことないよ。ここです。綺麗。来てよ。すごいな。